ニコン Z9 プリキャプチャーで ISO が変化？はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。 SNS にニコン Z9 のプリキャプチャー機能を使うと勝手に F 値や ISO が変化してしまうという書き込みがありました。具体的に言うと S モード、シャッタースピード250分の1秒で撮影しようとします。単写や連写だと F3.5、 ISO100 で写真が撮れる明るさだったとします。これをハイスピードフレームキャプチャーに切り替えると設定が F9、 ISO560 に変化してしまうという現象です。勝手に絞り込んで背景ボケをなくされるのも困りますし、高 ISO になって画質が低下するのはもっと困ります。この現象を確認し対応策を考えたいと思います。それでは Let's get started。 長チャンネル。この現象を再現するには撮影モードを S モードにして連写した時とハイスピードフレームキャプチャーに切り替えてテストします。十分に明るい状態で秒間15個まで連写します。シャッタースピードは250分の1秒、明るいので ISO は64となり、絞りも少し絞られて F2.8 になりました。同じ状態でハイスピードフレームキャプチャー C30 に切り替えます。シャッタースピードは250分の1秒、絞りが勝手に F9 まで絞られた分、感度が ISO640 まで上がっています。ノイズが出るほどではありませんが ISO 感度は跳ね上がっています。 F9 まで絞られたので背景のプラダンの筋まで映っています。 C30 の方がやや明るい仕上げとなっているようです。画質が悪くなる方向へ設定が自動的に変更されるのは困りますね。長チャンネル。最低感度 ISO64 でレンズの開放 F 値 1.8 の明るさの場合は F 値も ISO も自動変更されませんでしたが、撮影者の意図に忠実に撮影するには M モードにするしか解決策はないようです。マニュアルモードでシャッタースピード250分の1秒、 F2.8、 ISO64 で固定し連写しました。指示通りの写真が撮れています。マニュアルモードで設定を固定しハイスピードフレームキャプチャー C30 に切り替えます。プリキャプチャー機能はオンでもオフでも F2.8、ISO64 は変わらずに撮影できます。出来上がった写真は明るさも被写界深度も同じものが撮れました。ハイスピード撮影でのピンボケをなくすために画質は低下しても絞りを絞る安全策なのかもしれません。このアルゴリズムを理解して撮影モードを選ぶ必要があると思いました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。